おや、学校に行こう。うん、今日もいい朝だ。さあ、カルちゃんの家に行って学校に行こう。カルちゃんはもう起きてるのかな。おい、カルちゃん。あれ、カルちゃんいないな。はい。おお、来た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 。おはよう。おはよう。よし、早速学校に行こう。学校こっちだっけ。え？いや、しかし昨日の面白いあのアニメ見た？見てない。見てないんだ。何を見たの？何を？あんなに面白いのに、え、昨日じゃあ何見てたの？ YouTube？ やっぱり YouTube だよね。YouTube 見てた。YouTube だよね。やっぱいいよね。YouTube いいよね。早い、待って。こうしてアナケナとガルちゃんのごくごくごく普通の。ごくごく普通の学校生活だ。学校生活の一日が始まる。で、こっちで会ってたっけ学校。いや、会ってない。会ってないよ。学校過ぎてるよ、もう。過ぎてるやん。ここだよ、ここ。学校過ぎてる、こっちだよ。何やってんだ、俺。学校こっちだった、こっちだった。こっちだよ。本当に、どうしたんだか、アナケナ。どう忘れしちまったのか。どんな毎日行ってる学校のこと、忘れるなんて。どんだけどんだけなんだ。どんだけけな、どんだ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 けな。どんな歌だ。あ、おはようみんな。おはよう。来てんだ。朝早いね、みんなもね。うん。学校の前で待つみんな、すごいね。みんな勉強熱心でいいね。僕も勉強頑張るぞ。はい。もうすぐ学校始まるかな、ガチャ。イエイ、イエイ、イエイ。始まりそうだね。お、なんか降ってきたよ、生徒が。生徒が降ってきた、ほら。生徒がいっぱい来てきたよ。怖い怖い。いや、あれじゃない、もうちょっとで始まるから。そろそろ始まるのかな、学校が。一日のルーティンが始まるぞ。始まった。お、始まるぞ。この学校楽しくてワクワクが止まりません。止まりませんよ。8時50分から始まる。あれが先生かな。あれは先生。あれはなんかオーラを放つ先生だね。違うよ。すごい派手派手な先生。すごい派手派手な、本当にオーラを放つ人ですね。本当すごいね。あ、見てこれ。おお、何先生。いや、先生いるっちゃいるんだね。そうだよ。受付の先生が。ほら、学校へようこそだって。カルちゃん、もうすぐ始まるよ。はい、行け。オッケー。理工学、行くぞ。はい、みんななんかおしゃれな服着てるけど、さあ、あ、みんなおはよう、おはよう。みんないっぱいいるね、やっぱり。ねえねえ、みんなおしゃれな服着てるけど、本当ね、私たち制服だから。いや、俺たち制服でしょ。みんながおかしいんだよ。そうだね。みんながおかしい。俺たちが普通だよ。さあ、カルちゃん、どこに座る？どこでもいい、穴けなの子がいい。よし、ここに座ったよ。はい。一番、で、もう一個前座るの？あー、座らないな。アナケナこっちに移動して座られてる。オッケー、じゃあ集めよう。今日の授業はなんだ。金属が落ちてるからそれを集める。金属を集める授業か。学校だけどいきなり教室から出ていく。これは一体どうなってる、この学校。青チームだよ。本当に楽しいぜ。お、じゃあカルちゃんも一緒のチームだね。オッケーだ、うん、この人一緒だ。今日まず1時間目はなんとゴミ拾いみたいな感じになったな。ゴミじゃないよ、これ理科だよ。理科、これで理科なんだ。部品集めが今回の授業の内容です。はい、さあ急いでダッシュで集めるぞ。あ、紙取られる。ダッシュで集める、ダッシュで集める。カルちゃんもいっぱい取るんだ。今青が負けてる。いっぱい取ってこそのこの授業です。今青が負けてる。マジか、こんな授業で負けたくないぞ。まいったな、みんな早いなこれ。よし、ここで取っていく。いろんな部品があるね、これ。いろんな部品、点数が違うのか。 OK だ。先生はいっぱい落とすのが得意だね。そうだね。僕たちはそれを拾うんだ。それがこの学校の、この学校の楽しい楽しい授業です。楽しい楽しい授業です。ダッシュで授業です。ダッシュする授業なんて他にあるのかな。さあ、ないよね、絶対ないよね、この学校にしかないよね。そうだね。いやー、取ってる取ってる取ってる。青チームの、あ、チームダメか。青チームダメだ。私たちの負けになるのか、これは。師匠、結構頑張ってると思う。あー、フィニッシュ。負けた。負けちゃったね。勝者は仕方ないね。この授業はバトルだね。 B だった。 A マイナスだった。すごい、割と頑張ったよ。本当だ、いるわいるわいるわ、ここ。割と頑張ったのにな。なあ、お金がもらえたよ。この学校は本当にね、このコインをもらってね、これでいろんなものも買えるからね、楽しいよね。授業頑張ったご褒美だね。この授業が楽しすぎるんだよ、だから。そうだよ。いいね、この学校。よし、次の学校はダンス。ダンス。お、次は体操か。体操つか体育だね。うん、いや、次の授業までこの休み時間を、貴重だよ、貴重、貴重な時間。50秒しかないから。みんなこうわちゃわちゃする時間だからね。そうだね。教室に入る必要はないんだよ。行けって出るから。行けって、行けって出たらポチって押したらいいんだよ。あらけな。あれ、カルちゃんどこ行ったの。私はどこでしょう。どこ、それどこ、
どこに行ってんのこれ、勝手に行っていいの。わあ、痛い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 。これ勝手に入っていいのかい。いいんだよ、先生に怒られる。おお、なにこれ。大丈夫、私こっから入ったから。ここから入った。そこもう、むしろそれいいのかって話ですけどね。このピカピカしてる先生のところ通っていくなんて。先生かもしれん。先生かどうかもちょっとよくわかんないけど。え、いけ、ダンス始まるよ。はい、ダンス行きます。さあ、次の授業です。じゃあ、なけなと横にしようかな。次はじゃあ、どこに行く。はい、カルちゃんどこ。なになに、早く動いて動いて。なんかまだ喋ってんだけど。すごい距離で喋ってるな。なけな、ここね。オッケー、じゃあ俺ここな。うん。さあ、ダンスの授業です。すごい距離だったね、今。これ何、これ立っとけばいいの、ここに。そうだよ、立っとけばここにね。浮いてる人もいるんですけど。あの人でっか。さあ、来ました。あれ、違う場所になった。リズムに合わせて踊ります。あ、だけど前にいる。あ、なんか場所変わっちゃうみたいだね、うん、仕方ありませんね。で、QW 違うよ、ここでもできる。 ER、 これでいけるのかな、わかった。はい、ほい、クリックでもできるよ。はい、ほい、はい、ほい。何の曲。さあ、ダンシング、アナキナダンシング。最初に変なボタンを押したからいまいちなダンスになったけど、今はいまいちじゃないダンス、いまいちじゃないダンスです。ダンス、ダンスでダンス、ダンスでダンスでダンスで、ダンスでダンス、ダン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 、だんだん上手くなっていくダンス、上手くなっていくダンスでいいね。レッツゴー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 。赤を押したら黄色で、青で緑、緑。そしたら犬が近くになっている。犬の人がいるんですか。あ、ちょっと焦って変なボタン押しちゃった。大変だ、ダンスの授業に集中しないと。何やってんだ俺、ダンスに集中しろ。あのさ、これさ、宙返りとかしていけ。先生が見てるんだから。宙返りしてるけど。あ、ちょっと待って、ダンス邪魔してくるんですけど、この人なんかダンス邪魔してくるって。途中参加の人ですかね。さあ、このダンスをなんとかこう、うまいこと。ねえ、宙返りしちゃうよ。バーピー、ヘイホーバーピー、ブッ、難しい、これ全部押すのは。オッケー、ダンスC プラスでした。 A プラス、じゃあ、アナケナ、あー、1位じゃないわ。 A プラスの3番目らしいです。おー、3位やりました。いいね、アナケナ、ダンスは得意みたいです。次はあれだ、あの、神経ついちゃった。見て、これ、自己を信じる、自分を信じる。もちろんだ、誰を信じるって、俺を信じるしかないだろ、アナケナ。目立つ、ピポン、目立つ。そうだね、目立ってこその学生ナンバーワンです、うん、そうなの。学生ナンバーワンを目指して目立ちます。まあ、とりあえずカルちゃん、次の授業はまた楽しみだね。あ、お、行くぞ。次はパフォーマンスアーツ。こんにちは。さあ、次の授業なんだ。だって楽しいもんね、この学校の授業、うん、さあ、学校です。はい、学校ですってなんだ、授業です。はい。ひっくり返す、ひっくり返すのが早い人が勝ち。さあ、頑張っていこう、どんどん行きます。これか、これか、これか。どうだ、どうだ、どうだ、今のところどうだ。全然いまいちですけどね、これ。そうなの、出ないな、これ。みんな素早くやってるってこと。俺だって、こういう授業は得意になりたい。なりたい、なりたいです。なりたいって言っただけです。なりたいって、なりたい、得意っては言ってないよ。得意とは言ってない、なりたいんです。オッケー、来た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 。最後はここと、ここと、ここで、ここと、ここ。オッケー、終わり。あー、時間かかっちゃったな。低い順だよ、ちょっと覚えた、ちゃんと。覚えてないよ、俺。覚えて、OK。お、やる、早い、やるじゃん。あ、そういうことだ、これもう。あ、いた、おまけみたいな感じだね。一番上。すげえ、カルちゃんが最も早い人でした。イエーイ。ということで、A マイナス、OK。一緒の点数が出ました。一番取りたいけど、うん、学校にはね、学生がたくさんいるからね。そうだね。お、カルちゃん、やっと給食だよ。一番大好きな給食じゃないか。そうだったのか。よし、食べに行こうぜ。ご飯食べに行こう。自分でご飯選ぶんだよ。いや、本当にね、やっぱり学校の一番楽しみといえば学校給食でしょう。そうなの。そりゃそうでしょう。学校給食以外楽しいことって何がある。いや、この学校にはいっぱいあるか。この学校授業が全部楽しいからね。この学校ね、あれだよ、休み時間いつでもプール行っていいんだよ。すごいな、もう完璧自由な学校で楽しいよね。この学校は最高だ。でも、この学校にも給食あるからね。最高ですよ。給食って言ったらどこで食べるんだっけ。ここだよ。そうそうそう、ここだった。何ど忘れしてんだ、アナケナ。ここ。何を考えてんだか、よくわかんねえな。じゃ、隣に座ろう。さあ、俺もここで座って。ねえ、まだ昼食の時間じゃないのに、みんなもうご飯買ってるよ。お、めっちゃ食べてるな。なんかピカピカ光ってる人いっぱいいるな。ねえねえ、ここ座ろう。座る前に、ほら、買ってこないと。席決めからだよ。席決めって言っても、これ取られるんじゃないの。オッケー、ここね。オッケー、ここで食べよう。じゃあ、じゃあ何買う、何買う、何買おうかな。チルランチレディさん、こんにちは。何しようかな、じゃあ。じゃあ、ハンバーガー、やっぱハンバーガーいいな。
ハンバーガーとジュースがね、いいんだよね。うん、ジュースは買いたいね。ジュースやっぱ飲み物がないとね、困るよね。そうだね。ハンバーガーとジュースは絶対飲みたいし、よし行こう。カルちゃん、もう一個ジュース買っといた。オッケー、どこ。あ、もうなんかほら席決めって言ってたけど、もう取られてるし。じゃあこの赤いところにしようかな。了解了解。じゃあここね、食べよう。いただきます。何からのハンバーガー。ハンバーガーにします。いやー美味しいね、やっぱりハンバーガー。もうなんか顔面でかい俺の顔ぐらいの大きさのこのハンバーガーをね、この手がこう透き通る感じで食べるのがうまいよね。すごいねどうなってるの食べる、食べてる食べてる、ほら。はい、バッグ、バッグ。近い。あ、もうなくなった。でももらっていいかな。いいよ。ジュースの前、あれジュースは、あの持った持った。ジュース二本買っといた。あ、美味しい。わ、やばい。ジュースを飲んだら、俺の力がみなぎって。そうだよ。ピカピカになった。走りが速くなるんだよ。ピカなけなが、ダッシュがスーパーダッシュになってる。すんげー速い。あ、これ三回飲めるんだ。オッケー、ダッシュ、うおー。タタ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 タあ、あっちに行けばいいのか。いや、勝手になる。勝手になるのか。あ、こっちの方が多いからこっちに行ったとこ。ブルーに行っとこうか。いやブルーが少なすぎる。え、でも勝手に分けられるでしょ、さすがに。全員が一緒の場所に行くわけじゃない。運転手さんがいるぞ。ん？運転手さんがいる。どれ？あ、先生もいるじゃん。あっちに先生二人いるよ。先生とか。おっとっとっと、学生対先生の対決ですか？はい。でも負けませんよ、先生。おー、ブルーチームです。いっぱい当てるよ。結局ブルーチームです。よし、行こう、カルちゃん。ブルーチームだ。ボール持ってる？ボール持ってる。今持ってる。どうやって投げんの、これ。クリック、クリック。結構、なんか後ろ向きで投げてこい。左クリック。よし、これ透明にした方がいいんじゃないか。実は。あ、ダメだ。なんか1ダメージ食らってる。1ダメージ食らってる場合じゃないぞ、アナケナ。いけいけ、アナケナ。痛い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 。何か食らった、何か食らった。なんか、いまいちわかんないね。黄色いボールが敵なの。そうそう、黄色いボールに当たってる。こっちにこう投げるの。あ、ボール持ってないんだ。ボール持ってない。ボールをちゃんと取らない。ボール拾うんだよ。そりゃそうだろう。ドッジボールだぞ。誰かノックアウトした。オッケー、ノックアウト。ナイスです。全然取ってない、全然当ててない。ちょっとなんか3人もノックアウト。オッケーです。なんかどうやって投げていいかよくわかんない。やっぱりドッジボールだぞ。あー、ノックアウトされちゃった。ドッジケナだな。ドッジケナフィニッシュ。イエーイ。チーム青が勝ちました。イエーイ。やったぜ。痛い。すごい、すごいいっぱい投げてくる。すごいいっぱい投げてくる。オッケーケーナーです。ノックアウトしたぞ。オッケーケーナーです。いいぞ、ナイスです。ノックアウトしてみたい。あ、いたー。食らった、今1食らった。やばいやばい、避けようがないな、これ。わかんねえ、わかんねえ、ボール。わかんねえ、わかんねえ、ドッジボールです。はい、ダーン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 ノックアウト。ノックアウトされた。バラバラってなった。ノックアウトされた。でもまだ終わりじゃない。終わりじゃないルールです。あの、じゃあ自分のポイント、自分のポイント。3ポイント。21ポイントだよ。全然です。フィニッシュ。3ポイント。勝った。やったー。ナイス、カルちゃん。カルちゃんのお店で勝ったようなもんだよ、これ。料理が始まるみたいだぞ。次は。あ、次は食材をお鍋に入れるやつ。よし。料理だ、料理。食べるのは好きだが、作るのはどうかな。ちょっとトイレ行ってくる。え？じゃあ私も一応行っとこうかなってさあ、行きましょう。オッケー。さあ、どの鍋に選ぶ？どの鍋に選ぶ？どの鍋に？この鍋は温かいんだよ、入ってみて。オッケー、入っちゃうぜ。まさか自分が鍋の中に入るとはな。こんな学校最高じゃないか。あ、はいはい。料理の食材を見つけて、うどんとチーズと卵、どんな組み合わせだ。自分の鍋に入れるってわけだね。オッケーです。はい。さあ、チーズ、これがチーズか。チーズトッピング、あ、ちょっと取れない、取れない。なんか棚を登ってしまう。あ、いい、棚を登る。ボタンかよ。そうだよ、わかりにくかった。よし、いいぞ。次はあれ、チーズ、もう一個チーズ。いい。なんか、やり、あれだね。なかなか難しいね、これ。なかなか難しい。登っちゃうね。登っちゃう。登っちゃうよね。うん、動きが早いからかな。そうだね。よし、まあ、それでも、やるしかないんだ。俺は今、やるしかない。これじゃない。これじゃない。これじゃない。俺、何？
違うものを取ってきてるからね、それは怒られるよね。そう、先生に怒られる。大丈夫か、家庭科だぞこれ。本当に料理の授業ですけどね。ぶどう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 を見つけました。はい、 OK です。ぶどうけなです。ぶどうけなです。さあ、これですね。あと1個ぶどう。OK、 ぶどう。 OK、 ピックアップ。じゃあこれじゃない。俺一体どれ。これ無限に同じものを拾うんだ。俺何を見てんの。チーズ。あ、いや、ぶどう入れてるからだ。あー、チーズか、間違えた。チーズでした。すいません、すいません、すいません。どこ見てんだって話ですね。本当にもう何やってんだか。これで OK。 さあ次ブロッコリー。あー、フィッシュ。終わっちゃったなこりゃ。あー、全然ダメだったな。 B プラス。ちょっとなんか難しかった ね。いやー、この授業もでもね、素早く動けば楽しさ満載ですよ。これで今日は終わりだ。おー、これで終わりで、カルちゃん5位だって。え、あ、そうなの。すげー、ほんとだ。アナケナ7位。おー、おー、いや、ちゃんと今日5科目受けたよ。1位の人100円ももらえるのね。なるほど、これがボーナスね。うん、カルちゃんでも30もらったじゃん。うん、やりましたね。やった。いや、今日も学校生活の1日のルーティンが終わっちゃったね。うん、楽しかったよ。いつかは1位取りたいね。そうだね、1位取りたいところですけど、まあ学校っていうのはね、やっぱり基礎だけじゃなくて、みんなとこうわちゃわちゃ遊ぶのも学校の一個だよ。そうだね。そして学校が終わると俺たちのルーティンはまだまだ終わらないんだよ。そうだね。実はね、今から始まるのがバイト。バイトです。じゃあ私車で送ろうか。あ、頼むよ。じゃあカルちゃん、じゃあこっち見て。こっちが学校の出口だね。そうだよ、この階段から行くの。あ、どっちかい。外。あ、これ2階なの。わかんない。違うでしょ。え、1階から帰るんじゃないの普通。帰るよ。1階から帰るじゃない。なんで2階に行くの。わかんなかった。外出れないじゃん。外出れない。いつも階段使ってないからわかんないんだよ。わかんない階段です。そうですね。これでしょ、どう見ても。これが出口でしょ。そうだね。確か。入ってきた場所のだよね。うん、ここで、ね、オッケー。まだ明るいけど。まだ明るいけど、まあじゃあバイトに行こうか。まだバイト始まってない。じゃあ車でドライブでも行こうかな。しょうがないね。バイトの時間までちょっとドライブでもしていくか。うん。はい、これ。ボロっちいな。あのね、最初これになるんだよ。ボロい車だね。はい、乗っていいよ。はい、オッケーです。でも動くから大丈夫。じゃあちょっと、じゃあ公園にでも行ってくれるかな。うん。やっぱ学校の帰りは公園で遊ぶが一番でしょう。オッケー、ナイスです。ナイス運転です。さあ気をつけて、ぶつからないようにね、注意してね。はい。他にも車が走ってるからね、気をつけてね、カルちゃん。はい。なんだよ、どこ行くんだよ、どこ行く、どこ行く、どこ行く。駐車場、突っ切ってる、突っ切ってる。大変大変。やべやべ、人ちゃいるなよ。どうやってやるのか分かんない。どうやって操作するの。どうやって操作するとか言うな。じゃあなんで車持ってんですか。頼みますよ、本当に。大丈夫、大丈夫。頼みます。公園でもどこでもいいんで、連れてってください。はい、公園ですね。します。突っ込むところです。このお店に、お店に突っ込む。あ、降りてる、降りてる、降りちゃった。公園ってどこにあるの。遠目で見るね。わ、すごい、すごい、すごい。街並みがいっぱい見れるな。ちょっとだけ暗くなってきた、ね、いや、なんか車来てる、怖い怖い怖い。あったあったあった、ここいいじゃん。スケボー、スケボー公園。そのまんま行くかい。スケボー公園だ。オッケー。止めとこうかな。オッケー、これ今流行りじゃん、マジで、スケボーね。ここに止めとこう。いいぞ、オッケー。あ、ちゃちゃちゃ、いきなりダメ、いきなりダメっす。やっぱ学生の憧れですよ、スケボーが上手くなる、スケボー少年になるっていうのはね。さあ行きますよ、アナケナ行きます。スケボーに乗って、出発、ジャンプ、ジャンプ。いいね、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 いくぞ。さあ、ゴーゴー、スチュー。ちょっと暗くなってきたけど、まだまだ。まだまだ遊びたいところです。遊び盛りのアナケナ。はい。アンドカルちゃん。はい。ってこれ難しいね、結構。そうだね。やばい。カルちゃんもうすぐバイトの時間だよ。はい、行こう行こう。やばいね。でもちょっともうちょっとだけここでこのハーフパイプやりたい。よし、そうハーフパイプ。オッケー。オッケーアナケナ。オッケーアナケナ。オッケーアナケナ。すごい。オッケーアナケナ。ジャンプしたいんだよ。お、登っちゃったよ。これやばいやばい。落ちない落ちない。S を押したら落ちる。ジャンプ。オッケー。出てった。じゃあそろそろ車に乗って。やばいね、バイト行かないと。うん、バイトに遅れちゃう。おお、なんか飛んでってる人いる。そうだよ、あれ買えるんだよ。そうか、バイトで稼いで買えるんだね。そうだよ。よし、じゃあバイトに行こう。よし、じゃあバイト始めるか。はーい、始め始め。ここで飲みたい飲み物を作って渡せばいいんだな。これは、これが飲みたい飲み物か。あ、辛いやつとかもいっぱいあるな。よし、いいぞ。作って持っていこう。あ、これにしよう。わあ、これすごいな。こんなに難しい飲み物作れるかな。作れるだろ。本当に。この絵の通りにちゃんと合わせて OK。その後全部入れたらフリフリして。はいはい、
よし、さあもうすぐできますからね、待っててくださいよ。はい、完成。これですね。なんかうまそうなやつ好きなんだね、この人。すごいキラキラ。こんないいやつ。すごいね。さあさあ、でもバイトだからね、これ飲んじゃいけないよ。はい、どうぞ。よし、じゃあこれで10円。10円もらいました、10円。うん、10円。なんで運んだだけで10円ももらえるんだ。じゃあこのなんか辛そうなやつでいくかな。これをこう入れて、やっぱ辛そうなんだな。辛そうなものを入れてるからね。はい。さあ、フリフリして。出来上がれ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 。出来上がった。ドラゴンファイヤー。ドラゴンファイヤー。うまそうではあるが、辛そうでもあるね。そうだね。はい、どうぞ。持ってきましたよ。いやー、こんな感じで俺たちのバイトはいつもいつも頑張ってるんです。はい、これでお金貯めてます。よし、じゃあ今日のバイトは終わったね。うん、お家に帰ろう。で、車運転してみてよ、なけなも。了解。 OK です。はい、乗ってくれ。俺もボロい車だけど。うん、そうだね。バイトしてね、いい車買いたいよね。行きます、帰るよ。はい。べーん、いいね、この車。じゃあこれ私乗り心地は悪くないんだけどね。おお、早いね、あの人。魔法の絨毯に乗って帰っちゃったよ。すげえな、さすがだ。ね、いや、今日も俺たちの一日のルーティンが終わったね。また明日から楽しい学校に行って、学校を思う存分楽しんだ後は、またバイトをして、そしてスケボーをして、そしてまた学校に行って、スケボーをして、あ、道間違えちゃった。こっちかかる。どこやってんだ。道間違えちゃった。喋ってたらなんか家の道間違えちゃった。クリスタンカールだよ。学校に行っちゃった。公園か。おお、いいね。森の中に家みたいなの建ってない？ちょっと待ってね、ちゃんと駐車場に止めないとね。駐車場ね。はい、止めます。OK です。はい。あー、でも明日もまた学校あるからね。遅くなりすぎちゃダメだよ。そうだけど、まあいいじゃん。すごい花見ができるよ、ここ。おお、花が綺麗。年中花咲いてる。すごいすごいすごい、いいね。これ花見シーズンになってる。あ、そうなの。見て、場所取りしてるじゃん。おお、明日休みだったのか。あ、ブランコブランコ。じゃあ明日は学校ないのか。いやー、俺たちの一日のルーティンの最後はやっぱりブランコに乗ってジャンプすることだよな。危ない。え、それどうやってそこまでやったの。楽しいね、このブランコ。いいね。 OK です。 OK ブランコです。運動神経いいからね。やばいやばい。これも乗れるんだね。そうだよ、くるくる回ってるもんね。OK。 見て、これ一周仕掛けてるんだけど。あー、一周した。うわ、一周してる。体操選手みたいになってる。めっちゃ速い速い。えらいことですね。ぐるぐる回ってます。すごいな、これ。おー、流れ星落ちてった。え、どこ、え、どこどこ。ほら、森に落ちてる。え、あ、光ってる。マジで、あそこ光ってる。やべやべ、流れ星落ちてる。行ってみよう。わかった、明日休みだから大丈夫だろ。あの人ほら、魔法の絨毯乗って取りに行ったみたい。ほら見て、めちゃくちゃ光ってるじゃん。うわ、すごい。あの光ってるところさ。よし、オッケーだ。スケボー乗っていこう。急いでいくぜ。私はドリンク飲んでいく。ガウガウ。エナジードリンクを飲んでいく。キー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 。おー、あれか。流れ星落ちてる。イエーイ。ほんとだ。お、すげえ。捕獲できんのこれ。はい、押してみた。流れ星を見つけたの。いい。すげえ。なに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 。おー。なに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 。これ。あ、これすごいじゃん。ルーレットもらえるの？めっちゃいい。え、お金、お金もある、お金もある。ルーレットもらった。うわ、すげえ。やばい。あー、割と普通のお金。イエーイ、なんかすごいじゃん。あ、あっちにもあるじゃん、だったら。じゃあ全部やってみようかな。すごい、これじゃああれか、あのガチャだね。そうだね、ガチャです。一日の最高のルーティンが今日初めてのルーティンになっちゃったけどね。ねー、やったね、これ。ねー、やっていくぞ。もう一回お願いします。流れ星を見つけたよ。すごいね、流れ星っていうのはこういうことだったのか。これは楽しい。なんだろなんだろなんだろー。次はなんだ。おお、なんか家具もらった、家具。はい、一番ダメなやつじゃん。50円。50円。いや、本当に学校生活も楽しいけど、サバイバル生活も楽しいね。どういう意味。一日のルーティンが楽しすぎるよ。いけ、あっさ。一日が足りないよ。いや、楽しいね、ここの、ここの学校周辺、学校周辺。学校じゃないかい。学校周辺楽しい。こうして、アナケナとカルちゃんの一日のルーティンは終わらない。終わらないかい。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。他のアナケナも見てね。バイバイ。バイバイ。アナケナ。